え、馬さん、これ何の木ですか？これが、まあ、山鳥の山鳥トッソ。トッソ。あ、だいだかや開拓が全部上だけこれ結構と思うね今。この結構古いじゃないですか。地面乗るかいかな。見て分かるんだけど。うん。この粘りこんな感じ。かいかったまロアロアジンのものや。これで多分ここまで多分40ぐらいある。ここまでも30ぐらい。あ、こんな太いが。ガプだったのねみたいな。あ、これが本当にガンガンの筋。ずっとじゃあちゃくちゃる。ロアロアジン、これ自然の人かな。そう、天然の人なんで。あ、ロアロア自然のものや。じゃあちゃくちゃる。結構硬い。なんだ、ちゃくちゃんの、うん。この木がいいな。ジュレーどれぐらいですかね。ジュレーは持ち主から聞いたんだけど、まあ多分200年以上の木なの。結果以来、シャムトゥジュレーは1200年とも言うんや。シャムトゥソウ。まあ当初、成長遅いから、多分このぐらい来たら多分、まあ200年以上なの。確かに。これ、シャムトゥジュレーの発展も không quá là nhanh nên là cây được to như này thì cũng khá là lâu。これ、持ち寄せ、馬さん作った？あ、僕作ったと思うんだけど。あ、そう。まあ、もともと山の方にあるんで、で、はい、誰か、一応取ってきた。まあ、だんだんこういう風に作られたもの。ああ、そう。やっぱり持ち込みも古いから。これ、ザッとザッこのような木はもう、まずはないし、あとはアップも取ったらダメっていう法律があるから。ああ、うん。だから、これは結構持ち込みが古い。これ、ザッとザッと、もういいよ。ザッとザッと。